プロレスの新たな歴史が始まりました。両国新国技館で初めて行われたプロレス、その体に最も素晴らしい偶然のビッグマッチがこれから始まります。インターナショナルタイトル選手権試合60分3本勝負、王者ジャンボ鶴田天竜が入場してまいります。今プロレスの本場アメリカで人気実力ともに最も注目されているザ・ロード・ウォーリアーズが挑戦者に決定いたしました。果たしてどういう試合になるんでしょうか。プロレスファンにとりましては身震いするほどの興奮度 120% の対決であります。さあインターナショナルタッグ選手権です。入場、日本のプロレス界を代表するジャンボ鶴田天竜チーム、この85年代特に光り輝く全日本プロレスの日本柱です。共に二冠王に君臨してどっしりとした重さ貫禄を漂わせて入場してまいりました。